オーバークロック。オーバークロックとは、クロック同期設計の機器の動作クロックの周波数を、定格の最高を上回る、周波数にすること。主に、パーソナルコンピュータで行われる。ここではそれについて説明する。消費電力や、発熱の増加、信頼性、安定性の低下のリスクがあるが、それでもより高い処理能力を得るために行われる。 主としてリスクを自己責任として処理できる個人のパーソナルコンピュータで行われる。また、これを好んで行う人のことをオーバークロッカーと呼ぶ。ただし近年はターボブーストのようにプロセッサに自己診断機能をつけるなどの保護策を講じた上で公認機能として存在するものもある。インテル八十六以降の X86 アーキテクチャ CPU では 動作クロックはベースクロックとクロック倍率の積として設定でき、汎用的なマザーボードでは多種多様な CPU の品種に対応できるよう、あらかじめ2つの値を何らかの方法で変更できる機能が備わっている。この2つの要素を定格以上の組み合わせに設定することで課題なクロック周波数を CPU に与えることができる。オーバークロックはクロックアップ。 ブーストと呼ばれることもある。前者は和製英語の一つであり、語句の意味としては、オーバークロックと全く同じである。後者は、オーバークロックも含む、システムに過負荷をかけて、高性能を得る、行為全体を指す、抗議の語句である。反対の概念は、アンダークロックである。定格とは違う速度で動作させることは、CPU 自体にとどまらず、特に、 ベースクロックを上げる場合、マザーボードやメインメモリなどにも負担がかかり、機器の破損等のリスクがある。一万一それによって機器が故障しても、保証の対象外とする店舗やメーカーが多いため、実行する場合はそれを承知の上で行うものである。またオーバークロックには口述するようなリスクがあるため、自作パソコンのユーザー、ファン、マニアがすべてオーバークロックを肯定的に受け止めているわけではない。 下記の原理に基づいて CPU の定格値を超えるクロックで動作させる。半導体に詳しくない人でも可能な行為として、ハードウェア自体に特別な加工を施さず、安価な CPU とメモリを高クロックで動作させる方法がある。より高価な CPU に近い処理能力を得ることで得をした気分になることや、ベンチマークで高成績を収めることを目的とする。 1995年頃に出回ったマザーボードではジャンパピンの差し替えを行ってクロック周波数の変更を行った。その方法はマザーボードの説明書に明示されていたので分かりやすい反面ケースを開けて細かいジャンパを抜き差しするのが面倒だった。1997年頃からはジャンパピンの代わりにリップスイッチを備える製品が主流となり ジャンパピンより楽に変更できるようになったが、やはりケースを開かなくてはならず、面倒であることに変わりがなかった。また、これらの方法は、物理的なジャンパピンやスイッチで設定を強都合上、クロック周波数及び倍率の設定できる組み合わせは限られていた。1999年頃になると、BIOS の設定画面で変更できるようになり、面倒な点は大幅に改善された。 2000年頃からは、Windows 用のブースト支援ツールを同梱する製品が現れた。ブースト支援ツールでは、オーバークロックを安全かつ確実に行える、要、クロック周波数、電源、冷却ファンの回転数などを統合して管理できるようになっている。また、CPU を製造している AMD が、AMD オーバードライブと呼ばれる、オーバークロック用ツールを用意している。そして、 このような設定ツールに対応するマザーボードの増加に伴い、従来は禁じ手とされたオーバークロックがむしろ一種のセールスポイントのように扱われるようになってきた。もちろん、たとえこのようなツールを用いたとしても、すべての製品で一様にオーバークロックができるわけではなく、何らかの事故が起きてもメーカーなどから一切の保証は行われない。カジュアルなオーバークロックは、 蒸気いずれかの方法で、FSB の周波数、CPU 内部でのクロック倍率、CPU やメモリーへの供給電圧を上げ、ヒートシンクや、CPU クーラーをよく冷えると言われているものに、交換する程度である。そのため、マザーボード上の DC、DC コンバータの能力不足やオーバーロードによる、MOS フェットの焼損、温度上昇による、アルミ電解コンデンサの容量を抜け、 クロック上昇による消費電力の増大に伴う電源負荷の増大。PCI バスの規定以上のクロック動作に伴う信号化け等々の不具合を起こすことが多く、最悪の場合火災が発生する。また、加速劣化試験を行っているようなものなので、オーバークロックを達成した当初は問題なく稼働しているように見えても、数ヶ月後には動作不良に至ることもあり。 場合によってはたちも持たないこともある。同じ CPU によっても、ロット、製造工場や出荷時期の違いによって許容できる、過負荷のマージン、許容範囲がそれぞれ異なる。オーバークロッカーたちは、情報交換を通じどのロットのマージンが広いか、狭いか、またどのように出回っているかを入念に調べている。販売店によっては、 そのようなユーザーに対し好意的な取り扱いを行うところもあるが、全く逆の対応を示すこともある。大手業者の通信販売の場合は、ロットの指定はできない。また、たとえマージンの広いとされる品を手に入れたとしても、定格以上の設定で動作しないといって不良品だと訴えることはできない。また、オーバークロックを防ぐために、クロック倍率を固定しているものも存在する。 特に1996年頃からオーバークロックが簡単にできるようになった関係で、興味本位で行った結果、不当なクレームを行うユーザーが頻繁に現れ、販売店が当枠する事態に陥った。どのような使い方であれ、定格外に設定した時点で、アンダークロックの場合も含む製造カーも、販売店も保証を行う義務はなくなる。オーバークックを成功させる上では、 電源のことに意識を向けなければならない。クロック周波数の増加は消費電力の増加と発熱の増加に直結する。したがって、定格で用いるよりも少し高めの電圧を CPU に供給しなければならない場合が一般的であるが、そのことが発熱を増やすため安定度がより失われることにもつながる。場合によっては、定格よりも少し低めの電圧を CPU に 供給してやるとうまくまとまることもある。このあたりには確実な方法は存在しないので、納得できるまでトライエラーを繰り返すことにな。詳しくは、かついでの記事を参照のこと。電源ユニットの選定は、自作パソコンの分野において難度の高いテーマである。仮に希望する電力が十分に得られたとしても、電源にノイズが混入していたり、 電源の供給を受けるマザーボードの方が、粗雑、低性能ならば良い結果を得られる確率が減少する。電源の問題を万全に解決するには、オシロスコープなどの計測機器や、アナログ回路、特に電源関係についてのスキルがどうしても必要であるため、それを持たない大多数のオーバークロッカーにいての解決策は、口コミで評判の良い電源ユニットを買うか、 手持ちの電源で何とかできる範囲で収めるかである。カジュアルなオーバークロックはコストパフォーマンスを改善する可能性が含まれているが、それとは異なり実用性やコストパフォーマンスを一切顧みず、とにかく高クロック、高パフォーマンスでの動作の追求のみを目的としてオーバークロックを行う者がいる。マザーボード上の DC、DC コンバータに手を入れるのを手始めに、 CPU やメモリは選別品を用い、冷却にはペルティエ素子を併用した液冷や炭酸ガス冷却、液体窒素冷却など、通常のパソコンには用いられない、あるいは常用することを前提としない手法まで思いる。ハードなオーバークロックは、モータースポーツにも相通じる。例えば、市販自動車のタイヤは少なくとも数年は良好な状態で使えるように設計されているが、 競技用車両に用いるタイヤは、そのレースだけあるいは、想定した周回数分だけ要求するスペックを維持できれば良いという考え方で作られている。この考えと同様に、試合に勝つことを主目的に行われるオーバークロックにおいては、その試合で必要と想定された時間だけ、まともに動けば良いという考えで非常に極端なチューニングが施され、 オーバークロックマニアの間では、オーバークロックした上で、単純に、周波数を競うものや、あるいはオーバークロックした上でさらに、ベンチマークを走らせ、そのスコアを競うものなどが存在する。どちらにおいても、証拠写真である、スクリーンショットを撮って、インターネット上にアップロードして発表することで、正式な記録とすることが多い。周波数を競うものでは、過去には、 定格 166MHz の MMX Pentium を生ビール用炭酸ガスによって冷却することで 300MHz 以上で動作させたり2009年には液体窒素冷却を用いてエンジニアリンサンプル品ではあるがフェナム E プロセッサをシングルコアで 6.6GHz までクワットコアで短時間ながら 6GHz まで引き上げた実例があるこの他 手持ちの機器より高いスペックが求められるソフトウェアを使用する目的でソフトウェアが求める最低のスペックまでオーバークロックを行うユーザーも存在する。オーバークロックがパーツ販売に際してセールスポイントとなったりある種の宣伝効果を持つことも見られる。自作パソコンが趣味として一定の市場を持つようになった頃から CPU や マザーボード CPU クーラービデオカードなどの新製品の発売に際してハイエンドな自作パソコンのユーザーを中心パーツのオーバークロックへの耐久性能 CPU クーラーの場合にはどれだけ冷却できるかが大きな話題性を持つことが見られている。またパソコン雑誌やパソコンパーツ関係のニュースサイトなどで技術系のライターがオーバークロックを実験した記事が掲載され これが反響を呼び大きな宣伝効果を持つことも見られる。記事中で特にオーバークロックへの耐性が高いと高評価を得た CPU モデルや特定のロットについては電気街で自作パーツを中心に扱うパソコンショップ度で指名買いをする自作ユーザーが続出することも珍しくないなどこれら評価が CPU パーツの販売量にも少なからず直結してくることがある。 そのため、インテル、AMD の両 CPU メーカーや、マザーボードパーツの各メーカーにとっても、オーバークロックは表向きには推奨しなくとも、宣伝、セールス面で無視することができない要素になっている。AMD は宣伝の一環として、オーバークロック専用に製造された CPU を、景品にした、オーバークロック大会を開催するほどである。実際、マスメディア対応の一つとして、 オーバークロック関連の記事を多く執筆しているパソコン関係のライターがいる編集部などに対してはあらかじめその方向でテスト使用されることを前提としてオーバークロックへの耐性が高そうなパーツを選別してテスター品として提供することもあるまた明らかにオーバークロックで使用されることを前提にしたインテルのエクストリームエディション AMD の ブラックエディションのようなクロック倍率を固定していない CPU や自動調整のオーバークロック機能を搭載したマザーボード常時オーバークロック状態で動作することを前提とした設定のビデオカードやメモリも販売されている。その他パソコンショップの店頭などでオーバークロック状態のパソコンを用いたベンチマークなどの実稼働展示が行われることも見られる。 パーソナルコンピュータ以外の電子機器においても、クロックを変更する改造がなされることがある。ゲーム機、特にゲームボーイをはじめとする携帯型ゲーム機において、ゲームソフトの動作速度を変更するという目的でのオーバークロックが一部のゲーマーたちの間で行われている。当然ながら破損等のリスクを伴い、故障時にもメーカーなどからの保証を受けられなくなる行為である。 具体的な手法としては、本体を分解して、内蔵されている水晶振動子を任意の周波数のものと取り替えたり、あるいは並列させる。本来が 4MHz の場合、8MHz のものにつなぎ替えれば、本来の2倍の速度でゲームがプレイできることになる。水晶振動子と、必要なら、スイッチ、あとは、ハンダ付けの技術さえあれば、比較的手軽に得る。 ソフトとの相性にも左右されるが、例えば、ゲームボーイカラーや、ゲームボーイアドバンスは、本来の2倍前後でも正常動作することが確認されている。なお、少なくとも、蒸気の機種においてはもともと CPU の発熱が非常に少ないため、PC のように発熱などの問題に悩まされることは、ない。アクションゲーム等において、スピードアップは単純な難易度上昇につながるので、 遊び慣れたゲームにも新たな刺激を与えることができる。ロールプレイングゲーム等では経験値やアイテムを効率よく稼ぐことが可能になるので、時間が限られたプレイヤーでも十分に遊び込むことができるようになる。モバイル機などでは、あえて低めのクロックで設計されることもあるが、電池の持続時間が最重要視されるポケットコンピュータでは、消費電力を抑えるため、動作可能な周波数よりも、 かなり低い周波数で動作させているものがあり、倍速でも消費電力の激増を除けば動作するものがあった。きっちり倍速のクロックモジュールが入手可能な場合、シリアル通信機能の通信速度を半分にすれば正常に通信できるという利点があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。